記者の皆さんの前でこうやって3人揃ってこういう長いマイクみたいなですよね。長いマイクみたいな、ね、そういう感じはないので、確かに言われてみると、そうですね、そうですね、こういう形式では、そうですね、でも、いや、なんか芸能人っぽくていいですね、これはこれで、なんかとてもなんかこうコメントをこう聞いていただけるっていうのはなかなかいい気持ちというか、はい、そうかですよね、そうかっていうぐらいに今日はもうパリパラリンピックの皆さんと会えたことで思ってたけど、自分たちの記念日というかでもあるんですね。本当そうだね。でまたそこで雨上がりのステップを迎えてね。そうですね、お客様もいっぱい来てくださって、来れなかった人もね、あとは皆さんも記事とかね、映像で見てくださると思いますし、そう、パラスポーツの歌として歌わせてもらってるんだけど、その7年前もそうだし、これからも雨上がりにステップをみんなで踏んでいきたいです。